俺は初めっから生ハメぶっかけ派だから知らねえ。あれはダチから聞いた話だからな。風がぶり返したのかな。うん、大丈夫大丈夫、そこまでひどくないから。悩み事なんてないよ。全然そういうんじゃないの。ほんとほんと、私のことは気にしないで。どうしてそう思うの？いいか、春馬。女が男の何気ない質問に対して執拗に「なんで？どうして？」と聞き返す時は嘘をついているか後ろめたいことがあるからだ。特に彼女がそういう時は真っ先に浮気を疑え。いいな。ま、ナズナの妹なら心配いらねえと思うけどな。あいつは男を立てて尽くすタイプだし。
はその本当は園芸部に入ろうと思ってたんだけど、この学校って園芸部がないみたいで。前の学校では花壇は植木屋さんが世話をしてて、生徒には触らせてくれなかったから。それでなんとなく見づらくて。いいよいいよ、私一人で行けるから。職員室の場所はわかるよ。ありがとう、はるまくん。あの子はどうなの？このみちゃんだっけ？幼馴染は特別なんだ。特別な人がいるのって羨ましいなって。そうなの？知らないうちにこのみちゃんが大人になっちゃって戸惑ってるのかな。そうかな、私にはそうは見えなかったけど。どうかな、はるまくんに甘えたくて僕見せてるだけかもよ。さあどうしてかな、女の子は秘密が多いんだよ。
それって私もだよね。心外だ。春馬くんに迷惑をかけまいとして黙ってただけなのに、嘘つきだなんて。そこは謙虚だとか遠慮深いとか言ってほしかったのな。去年までは園芸部の生徒さんたちが花壇の世話をしていたんだけどね。
メダメダメダメ、絶対ダメ。これは私のわがままなの。いくら友達だからって絶対にダメ。それとこれとは別。それは分かってるけど。私が園芸部を？もし藤宮くんが園芸部存続の申請をするつもりなら、最低あと4人は部員が必要よ。マくんは放課後はお家の手伝いがあるんじゃないの？それじゃあ悪いよ、忙しいのに。それはそうだけど。私、一人じゃ何にもできないから、だるまくんにすっごく迷惑かけると思う。本当の本当に何にもできないんだよ。すっごくすっごく迷惑かけちゃうよ。すっごく頼りになるもん。ありがとう、はるまくん。
私はアルマ君と二人っきりでもいいんだけどな、なんて。わかってるよ、冗談。いいか、ハルマ。女ってのはな、基本頭はパーだが、もっぱら恋愛事に関しちゃ思慮深い生き物なんだ。感情論に持ち込むのは最後の手段だ。それまではいつだって自分を守る言い訳を考えてやがる。特にお前みたいな真面目なタイプは要注意だぞ。奴らはな、冗談なのなんだの言って最初に逃げ道を作っておいて、好きな男の気持ちを探ろうとしてるんだ。好み？あいつは女じゃねえ、ただのガキンチョだ。はるまくん、絵が上手くなりたいの？
くんちってお花屋さんでしょ？どうやら俺らの出番みたいだな。呼ばれて飛び出てただいま参上。先輩？あ、先輩か。お前が欲してるのは真っ白の A3 用紙かな？それとも色とりどりの色鉛筆かな？正直者には両方進呈しちゃうお決まりのあれね。ちなみに職員室に置いてあるコピー機の最大サイズは A3 までだから、良い子の春馬くんは覚えとけよ。職員室に行ったらハルチンを見かけてさ、園芸部を作るんだって。
それなら部員募集のポスターとかチラシを作るのかなと思って用意してきたってわけ。水臭いじゃないか。困ってるなら声かけろよ。言っただろ、困ってるやつを助けるのがボランティア部の使命なんだって。そうそう、どんな些細なことでもいいよって言っておったのにね。何でも言ってくれよ、俺らは全力でお前の力になるからさ。なんだよ、俺と春馬の仲じゃないか。それはついでに持ってきただけ。ハルチにはもっと困ってることがあるでしょう。そうじゃなくて、もっともっと大事なこと。部員はどうするんだ。部員がいなきゃ始まらないじゃない。なんでだよ。まさか誰か当てがあるのか。だったらなおさら俺らの協力が必要だな。今からあと4人も部員を探さなきゃいけないなんてかなり無理があるもんね。とりあえずその難しいハードルを俺らが半分にしてやるよ。演芸部に入るの。ボランティア部って言っても実際は部活として認められてないんだよ。うちの部も部員が集まらなくてさ、今は俺ら2人で勝手にボランティア活動してるだけなんだ。今のお前と立場は同じだな。演芸部に入ったからってボランティア活動ができなくなるわけじゃないしね。今まで通りやりたい時に勝手気ままにやるよ。ま、そういうわけでよろしく頼むわ。うちら植物のことに関しちゃ超初心者だから、手取り足取り優しく教えてね。どうした、パルマ。まさか初心者お断りって言うんじゃないだろうな。いいも何も、俺らが入部させてくれって頼んでるんだぞ。ある意味これもボランティア活動の一環なんだよ。
困っているハルチンを助ける奉仕活動。これからだって別に園芸部だろうが何だろうが人助けをするのは変わらないよ。お、いいこと言うな、さすがカリン。でしょ。なのかって、誰？はじめまして。こんなところにちびっこが。本当だ、ちっちゃすぎて全然気づかなかったよ。ああすまん、やり直させてくれ。お、やり直し？いいか、カリン、お前もだ。今度はちゃんと言葉を選べよ。対面での第一声があれでいいのか。第一印象が肝心なんだよな。きっとこの子も今まで無視されててムッとしてたけど、ぐっと我慢してため息で済ませてくれたんだろうぜ。こんなところにかぐや姫が。竹取りの翁というもの、意図おかしすぎるぜ。キョエ、髪の毛がまぶしゅうて気づかなかったぜよ。意図かわゆすぎ。わ、悪かったな。マジ反省してる。ごめんなさい。怒ってる？何のこと？とぼけてる。石返しだ。
なの全然気にしなくていいよ。慣れっこだもん。よく言われるんだ、ちっちゃくて見えなかったって。だから謝らないで。お？なんか俺、ものすごくかぐや姫ちゃんが気に入ったぜ。私も、名前は、なのかちゃんだっけ。お願い、私と友達になって。もちろんだよ。よろしくね、かりんさん。ゆうきくんも。うん、こちらこそよろしくな。なんかこれから楽しくなりそうだね。となると問題は春馬だな。こいつ、敬語やめろって言ってんのに聞かないんだよ。あ、そっか。それでさっき春馬くんは、二人は三年生で、私は二年生だもんね。ごめんなさい、私ちっとも気がつかなくて。いいのいいの、なのかちゃんは今のままで。おかしいのはハルチンの方なんだから。その通り、ナノカちゃんが正しい。ちっちゃいは正義だ。ハルマくんは真面目な男の子だからね。そこがまた可愛いんだけど。あれ、ナノカちゃん知らないの？ハルチンって彼女いるんだよ。くぬみちゃんでしょ。なんだ、知ってたんだ。かわいい子だよね。お似合いのカップルって感じ。おっと、衝撃発言。それって他に好きな子がいるってことかな。そうだぞ。俺らはもう一つの目標に向かって突っ走る仲間同士じゃないか。人様に敬意を払ってもらえるほど俺は大層な人間じゃないわ。それ、俺は賛成だ。なのかちゃんはどう思う？私も賛成。上下関係を気にしてガチガチになるより、みんなとお友達になって楽しくやりたいもん。先輩たちの方からそう言ってもらえてすごく嬉しい。二人とお友達になれてよかった。俺が思い描いてた楽しい部活そのものだぜ。マジ泣けてくる。マジなのかちゃん最高。最高なのは心の広いかりんさんとゆうきくんだよ。
ハルチンはどうなの？それって演技じゃん。偽物の友達関係じゃん。いきなりは無理でも少しずつ慣れていけないか。うちらの方から言ってるんだから気楽に考えればいいんだって。頼む春馬、この通りだ。春人お願い。春馬とダチになれるんだったら何でもやってやる。それこそお前の出番だろ。サービスしろよ。限度ってもんがあんでしょうが。エッチなのはダメ。春馬くんには好美ちゃんがいるんだから。だよね、ねえ。あ、でも春馬くんがどうしてもって言うなら私か。なのかちゃんじゃサービスにならないだろ。やっぱり。え、ほんと？私でも需要ある？うわぁ、ショック。なのかちゃんに負けた。それなりに理想的な成長を遂げたと思って心の中でこっそり親に感謝してたのに。ちっちゃい子の方が育てる楽しみがあるからね。ほら、男の子ってポケモンみたいな自分好みに育てるゲームが好きでしょ。なんだよ、その男のあれを育てるみたいなゲーム。エロゲーじゃないんだから。やだもん、バックじゃないの、この変態。バカお前だ。くそ、溝落ちに入った。ゆうきくん知らないの？小学校の時クラスの男の子はみんなハマってたよ。違う。俺が言ってるのはゲーム名が間違ってると。え？私だって服脱いで脱皮したら。いいよ、慰めてくれなくて。男子はみんな年下好きのロリコンなんでしょ。
番魅力的だぜ、みたいな。照れ隠しだよ、照れ隠し。自分の気持ちをそのまま相手にストレート勝負できる男の人ってかっこいいじゃん。ほらほら、カリンさんが惚れたらダメでしょ。わかってるって、例えばの話。もう、ま、一応ハルマも努力はしようとしてくれてるみたいだな。だね、今日のところは旧大点かな。ほほう、やっと分かってくれたか、ハルマ。これは嬉しいぞ。うんうん、ハルチンも最高。演芸部の決まりだからな、忘れるなよ。頑張れ、ハルマくん。さてと、これからどうする？何でもやるよ、どんとこう。今日はいいよ、最終下校まで時間も中途半端だし。なんでベストを尽くさないの？時間があるならやろうよ、ゲームセットまで全力で行こうよ。ごめんね、本当言うとこれからバイトがあるんだ。なんだ、それじゃあ仕方ないね。うん、毎日じゃないけど生活の足しにと思って。なのかちゃんち、生活苦しいの？それはもう、制服だってカバンだって使えるものはみんなお姉ちゃんのお下がりだし。何か私にできることある？ありがとう。でも大丈夫、今はそれなりにやっていけてるから。それに借りた恩は必ず返すが私んちのモットーだから、借りすぎたら返せなくなっちゃう。たくましいな、なのかちゃんは。慣れちゃえばへっちゃらだよ。バイトやってんの？ハンバーガー屋さん。お肉焼いたりポテト揚げたり、主に裏方さんかな。駅前の？秘密。お仕事とプライベートは別にしたいから。別に遊びに行っても邪魔しないって。私がダメなの。お友達が来たら嬉しくって
絶対サービスしちゃうもん。じゃあナノコちゃんが働いてるところ見られると思ったのに。ごめんね。見直したぞ、ハルマ。やればできるじゃないか。その喋り方、リーダーシップ、帰りのお誘いまで文句なしの完璧。ハルマくん、部長さんみたいで素敵だったよ。私よりそういう責任感のあるお仕事はハルマくんの方が向いてると思う。カリンさん、ユウキくん。うんうん。ハルマくんが忙しい時はみんなで協力するからね。だよね、二人とも。あったぼうよ。任せなさい、どんとこ。決まりで、いいかな、ハルマくん。やったー、ありがとう、部長さん。一生、お前についていくぜ、相棒。なんでも、こき使ってくれていいからね。あんまり進めてくるからどんなもんかと通販サイトでレビューを見たらやたら平均点高いわけ。案の定、期待を込めて星いくつばっかなの。あれやめてほしいんだけど、期待値とかどうでもいいし。直接肌に触れるものはお店に行って店員さんに聞いた方がいいよ。化粧水とか人によっては合わないものもあるし、下着もメーカーによってサイズが微妙に違うし。一応コスメはお店で試してから買ってるんだけど、なかなか自分に合うものが見つからなくってさ。今度一緒に行ってあげようか。え、いいの？じゃあお願いしよっかな。なのかちゃんって女子力高そうだから、いろいろ勉強になりそう。私なんか全然だよ。全部知り合いのお姉さんに教えてもらった受け売り。ひょっとしてそのお姉さんって現役女子大生？うん、すっごく綺麗で頭がよくってプロポーション抜群で、まさに理想のお姉さんって感じだけど、性格悪い彼氏に騙されちゃって。うわぁ、なにそれ、最悪。巨乳物って言うから超期待して借りたのに、いざ見てみたらただの肉塊だしよ。ふざけんなっての。ブラとかパンツが肉に食い込んでんだぜ。巨乳とボンレスハムを履き違えんなってなあ。あん時はあのクソ AV を貸したクソ野郎を締め殺してやろうかと思ったぜ。
1週間もおなきんしてたのにさ、マジがっかりだよ。遅いよ、何してたの？私一人じゃ帰れないよ。ハル君にもしものことがあったら。ごめんね、このみちゃん。私がハルマ君に用事を頼んだの。明日からはもう無理に引き止めたりしないから、心配しないで大丈夫だよ。演芸部のことは私たちでなんとかなるよ。アルマ君には事務的なことさえお願いできれば。それよりこのみちゃんに心配かけちゃダメ。いきなり勝手なこと言わないでよ。先輩たちがハル君をけしかけたんですか。ハルくんが決めたことなんだから、ハルくんの好きにすればいいよ。私は知らない。私にまでハルくんの勝手を押し付けないで。早くこのみちゃんを追いかけて。このみちゃんかわいそうだよ。ほら早く早く。
からお家のお手伝いをしてるんだよ。これが春馬くん一人でやってることならいいよ。それならきっとこのみちゃんも喜んで協力してくれる。だけど私たちに振り回されて自分一人にお店のお仕事を押し付けられてるって知ったらどう思う？なのかちゃんの言う通りだな。俺らはいいから行ってやれよ。女の子はいつだって好きな男の子が迎えに来るのを待ってるんだよ。さてと、これからどうすっかな。うわ、マジ最悪。何やってんの？死んでいいよ、もう。使えないな。っていうか、うちらに面倒かけんなって、マジで。ほっときゃいいんじゃない？それやばくない？うちらが怒られんじゃん。あたしら関係ないし、バカがバカやったってだけでしょ。でもさ、店長に見とけって言われたのはうちらじゃん。あたし聞いてないし。うわ、ずる。何それ。きっと野良猫がやったんだよ。この辺汚い野良猫が多いからね。そうだけど、まあ野良猫の方がまだマシかもね。もういいよ、行こう行こう。あー、超うず。あたしこのバイトやめよっかな。また言ってる。
知らないだった。大丈夫。はあ、ありがとう。どうしたの、私って。何もこんな雨の日に行けなくてもいいのにね。参ったな。明日までに制服乾くかな。嘘、やだな。まさかアルマくんに見られてたなんて。そこは普通、男の子だったら女の子を気遣って見て見ぬふりをするところじゃないの？優しいもんね。はあ、失敗失敗。私はこの通り全然平気なんだから。本当にいいんだって、アルマくんが気にすることじゃないの。それよりお仕事はいいの？配達の途中なんでしょ？事情も知らないで、アルマくんには関係ないでしょ。あの子たちは悪くないの、私が使えないのが悪いの。そういうのおせっかいって言うんだよ。分かったらもう二度と私のことには口出ししないで。
知らずだから、こうでも言わなきゃあなたの優しさを振り切れないの。嫌な女だよね。わけも言わずに感情的になって、男の子が一番嫌がるタイプ。私のこと私を嫌いになってくれてるのに。そしたらきっと私は本当私って自分勝手だね。お前がダメなら世界中ゴミだらけじゃねえか。おい、そこの使えないの、さっさとタオル持ってこい。言われなくたって分かってるよ。どうした、ハルマ。この身に何か言われたか。じゃあなんだよ、そんな好きな女とやったら秘書女だったみたいな顔して。好きな女とやったら秘書女だったんだろ。私じゃないからね。分かってるわ、気色悪いな。当分使い物にならねえぞ。なんだか知らねえけど、ナズナが体重計に乗って1キロ増えてた時とは同じ顔してやがる。それってどの程度深刻なわけ？裸見られんのを嫌がって口でやって終了。当然風呂も別々にある。何言ってんのよ、バカジュニ。暇さえあればベタベタしてくるあの年中発情期みたいな女が口でして終わりだぞ。異常事態だわ。知らないよそんなの。妹にする話じゃないって。あれじゃ、ほっとくと風呂の中でのぼせて水没するかもな。
あいつに彼女でもいりゃ一緒に入ってもらって助けてやれるけど、せめてどっかに献身的な幼なじみの女でもいりゃ安心なんだけどな。俺はマスミちゃんと晩酌付き合う約束しちまってるし、ま、その時は運がなかったと思って諦めるしかないから。そうか、じゃあ俺もマスミちゃんと酒の用意でもすっかな。うん、ゆっくり。つまみ買ってあったら晩飯を遅くていいぞ。まさか俺様の可愛い妹がたまに帰ってきたお兄様に飯を食わせねえなんて、ねえ。今日はマスミちゃんと飲むってナズナに言ってやっから、あいつんち行ってもなんもねえんだよ、このおちゃん。そうかそうか、さすが俺様の妹だ。くれぐれもガキどもは大人の酒の時間を邪魔すんのね。それって私の邪魔しないってこと？さーて酒だ酒だ。はっきり言ってよ。狭いね。やっと気づいた。おはよう、ハルくん。夢はひどいよ。でも本当は夢みたい。
体だし、信じらんない。できればその隠してほしいかな。なんか私の方が照れちゃってちょっと喋りづらかったり。ハル君のだよ、丸見えなんだもん。まだ見えちゃってるかも。知られたら怒られちゃうよ。あたしが髪拭いたのでよかったら使っていいよ。私としてはその心の準備ができるからよかったと思うな。いざって時にいきなりあんなの見せられたらおじけづいちゃうレベルであれな感じだったし、一応基準が分かれば上限を計算できるっていうか予想できるっていうか覚悟できるっていうかみたいな。やだ、何見てるの。私はあんまり変わってないもん。やだ、見ちゃダメ。事故だもん、見たくて見たんじゃないもん。ハルコ、聞いてる？勝手じゃないよ、人命優先。じゃなくて、いいって聞いたらいいよって言ったの、ハルコが。
そうそう、そんな感じ。そういうことにしとかないと一緒にお風呂入ってる理由にならないよね。でも、ハル君を騙すのって最悪感で胸が痛い。私の方こそ、ごめん。お前がついていながらなんつうざまだ。結局ハルマは水没してんじゃねえか。何のためにお前が一緒に入ったんだよ。え？女と風呂入って頭の方が先に沸騰するとか信じらんねえわ。お前女のくせに男の下半身に血液を送ることもできねえのかよ。マスタールを巻いてたからだもん。その気になれば私だって。なんだって？なんでもないです。今夜はお前が責任持ってハルマの面倒を見るんだ。いいな？冷めちまったぜ。飲み直しだ、飲み直し。何やってるんだろう、私。ハルコ、大丈夫？ハルコ、謝るのは私の方だよ。私のせいでこんな辛い思いをさせてごめんね。ハルコ、許して。私こんなことしかできないから、お詫びの印。おい、時間見てタオル冷やしとけよ。あ、はい。お前
春馬が無抵抗なのをいいことに変なことすんじゃねえぞ。私の方こそハル君の気持ちも聞かないで一人で怒ってバカみたいだよね。反省してる。ハル君が自分で決めて始めたことなんだから、ハル君の信じた通りにやればいいよ。ハル君のことを信じて応援してあげるのが私の役目だもん。私はずっと待ってるから、ハル君が私のところに帰ってきてくれるまでずっと。私待つのは得意だもん。今までだってそう信じてずっとずっと待ってたんだから。私ハル君を信じてる。私は私にできることをしよう。ハル君のために。ハル君を放ってはおけないし。あ、もしもし、私だけど今ちょっといいかな。うん、そう、お願いしたいことがあるんだ。いつもごめんね、無理言って。理屈で言うな、反論するな、ひたすら黙って耐えておけ。それでもダメならとりあえず謝ってりゃいい。女ってのはな、感情で物言う生き物なんだ。一度機嫌を損ねたら収まるまで待つしかない。抵抗するだけ時間の無駄だ。どうせ時間が経てばケロッとしてんだからな。そういう生き物なんだと思って受け入れるしかない。Don't think, feel. それを地で行くのが女だ。おはよう、ハル君。友達のために始めたことだもん。私はハル君を応援するよ。とりあえずは部員が集まって花壇ができるまでの間だよね。それまでお店は私一人で頑張るよ。でも
店両方頑張ろうと思うと結局どっちも中途半端になっちゃう。それに放課後は洗濯物を取り込んだりお家のこともやらなきゃいけないし、力になれなくてごめんね。されてるのが嫌だったの。仕事に厳しいだけで普段は優しい子なんだよ。でもアルマくんは私を心配してかばってくれたんだもんね。それなのに私ったらあんな態度を取っちゃって本当にごめんなさい。全然考えてなかった。春馬くんには小梅ちゃんがかわいそうだなんて知ったかぶりして偉そうなことを言っておいて、私なんか人に言える立場じゃないのにね。ダメだな私って。もし春馬くんが許してくれるんだったら私と仲直りしてほしいな。春馬さん、ちょっと。うん、おはようございます。ちょっと話があるんだけど、今大丈夫？私も春馬さんの園芸部に入れてほしい。同じことをしたいだけ。友達と
れてくれる？よろしくお願いします。暇してる。春馬さんがそう言うならそうする。わかった。春馬さんが部長さん？部長さん、かっこいいと思う。私にできる範囲で協力する。頑張る。声を出さないで。何？今見つかったらハルチンは停学、下手したら退学なんだよ。分かってる？だったら何なの？なんでわざわざそんな危険を冒すわけ？ちょっと待ってたらみんな出てくって。少しの辛抱なんだからおとなしくしててよ。
見てないんだからいいじゃん。私の何？今のハルチンにできる食材だよ。そねもって絶対に口外しないこと。うむ、よろしい。だいたいハルチンは自分で悪いと思って見ないようにしてるんだから、余計なこと考えなくていいのよ。どこ、他の男子なら歓喜して締め取ってる状況なのに、ハルチンから真面目すぎるんだよ。このことをうちのクラスの男子でも言ったら、お金払ってでもハルチンと交代したがるって。こら、静かにしてる。何してんのよ、あの二人。あんまキョロキョロしないでよ。あれ、カリンは？あ、先に教室戻ったんじゃない？でも、カリンのバッグならまだあるよ。だったら、購買じゃないかな。カリンたら昨日からお腹グーグー言ってたし。ああ、言ってた言ってた。授業中なんか体丸めてお腹押さえて我慢してたもんね。きっと長いダイエット生活に別れを告げてパンでも買いに走ったんだよ。だとしたら今頃購買のもの全部買い占めてそう。それ冗談に聞こえないよ。なによあいつら、保健室の中じゃみんなでお腹の合唱してたじゃん。悪いけどブラのワイヤーまで抜いてグラム単位で体重落としてたやつに言われたくないわ。たった200グラムの差でいい気になって、そんなのカップの差でしょ。私と同じ83の C カップになってから出直してこい、この78 A カップの平均未満ちゃんが。ウエストだって私の方が2センチ絞ってるのを忘れんなよ。私を大食いみたいに言って。
私の体の方が気になる？だよね、だよね。あいつらより私の方が断然ナイスバディだよね。さすがハルチン、わかってる。ほらほら、女の体だってテストと一緒で身長体重3サイズの総合点で判断するんだよと。今度は、ちゃんと気をつけなきゃダメだぞ。